はい。前回に引き続き、今回も、ピクシブ社より公開されております V-ROID Studio の解説をしていきたいと思います。はい。前回は初期設定から顔の表情の作り方の解説をいたしましたが、今回は髪型と髪色を作成していきたいと思います。それでは前回作成したファイルの呼び出し方法ですが、開くを選択することで、前回のファイルテスト1が表示されますので、 クリックをし、始めるをクリック。読み込みが、はい、開始され、終わると、前回のファイルを読み込みました。それでは髪型の制作をしてみましょう。上メニューより、髪型編集を選択することで、このようなエディターが開き、右側にはヘアーブラシが表示されます。髪型編集の少し左下には、矢印と鉛筆のアイコンがございまして、まず鉛筆を選択します。 髪の毛の描き方は、マウスの左クリックを維持しながら曲線を描いていくと、はい、このように髪の束が作れ、ペンタブや液タブをお使いの方はさらに効率よく作業ができると思います。それではもう少し髪の束を増やしていきたいと思います。今回は前髪の色を中心に変化を加えていきます。はい、こんな感じになりました。右側のヘアブラシでは、複製、基本色、 影色、ハイライトの4つの項目がございまして、基本色では土台となる色を選択できます。現在、基本色の水色から、えー、そうですね。赤色にカラーリングをしていきたいと思います。右側のスライダーより大まかな色を決定し、はい、このように微調整ができるので、好みの色に仕上げていきます。生え際などの陰影まで綺麗に再現されており、 赤色の髪の毛を作ることができました。影色では、はい、このように影の色を調節することができ、ハイライトを白に近づけることにより、明るいピンク色に変化をしていきます。複製をクリックすることにより、同じ色が作成されますが、同じ色を扱っていても意味がないので、こちらを、えー、そうですね、えー、基本色を緑系にしてみましょうか。はい、色が決まったら矢印アイコンを選択し、 色を変化させたい紙束をクリックします。オレンジ色の枠で囲まれますので、任意の色を選択すると、緑色に、はい、変わります。色を変えた後でも、このように微調整することができ、隣接する紙束と差別化することができます。それではせっかくですので、紙束を一つ飛ばしに色をつけ、変化をつけていきます。はい、このようにインパクトのある前髪になりました。テクスチャパラメーターの横幅では、 オレンジ枠の中を膨張させることができ、ハイライトの位置をスライドさせることにより、髪のツヤを移動できたり、マットな質感にすることもできます。オフセットではこのように回転がかかり、髪ツヤと影を好きな位置にすることができます。はい、続きまして、ヘアパラメータについて見ていきましょう。太さでは髪の毛を太くしたり、細くしたりできます。厚みでは数値を下げることにより、 紙を削る感じになります。ひねり強さ、位置では巻き方やカールとなっており、螺旋状に紙を巻くことや螺旋の位置の設定ができます。滑らかさでは数値を上げることによって緩やかな曲線を描き、自然な紙の流れを再現できます。数値を下げることによって鋭角な髪型に変わります。はい、今回は紙の作成について解説をさせていただきました。次回は気になる形状の ふんわり、パッツン、イカ、イカちゃんとベースカラーを解説していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。